ハローラッキー、ティサカチャラッキーです。大木です。さあ今日は何をするんですか？今日は寝る前だったり、はい、朝起きたりって少しね隙間時間が結構あると思うんで、はい、人生って人生をね5分間でね、はい、体幹トレーニングやっていきたいなって思います。いいですね。まあちょっとした時間でね、できるやつね。体幹トレーニング、簡単、はい、体幹トレーニング、はい、簡単だ5分で終わらせてるからね。はい、はい、ということでね、それでは早速やっていきましょう。やっていきましょう。はい、それでは早速5分間体幹トレーニングやっていきたいと思います。体幹トレーニングということなので、ボールはいらないということで体一つでやっていきたいと思います。じゃあ、5分間なんで50秒やって10秒休んで、50秒やって10秒休んで、5セットやっていきます。それでは早速いきましょう。はい、準備はいいですか？準備いいですか？はじめはよくあるまっすぐプランク、まっすぐプランクですね。では50秒いきます。はい、よーい、スタート。いいですね。まっすぐなってる、まっすぐ、こっちから見たらまっすぐなってます。まあ、お腹しっかり力入れて、はい、我慢しましょう。しっかりね、プルプルしてくるかもしれないですけど、できるだけそれを我慢して。今何秒？今20秒。マジか。体幹ね、毎日やることがやっぱ大切ですから。そうだね。こうなんかこう無理なくね、無理なくこう45秒ずつぐらいでまずはルーティン化していくってことが大事なんで、この動画を見ながらね、それができるようになってみてください。はい、 OK です。50秒か。50秒です。45秒で切ってしまった。次は50秒いきます。はい、はい、よーい、スタート。次横ですね。なんかちょっとこっちから見たら歪んでるな。え、もうちょいお尻が前ですね。あそこちゃう、こう、うん、一番嫌い、サイド。いいっすよ。下の脇腹にね、来てくるから。そうですね、脇腹、横にしっかり力が入ってるか確認しながらやってください。いいよ。あと20秒です。あ、違うわ、あと10秒です。ちょっと気持ちが楽になったよ。はい、OK です。さっきのラスト20秒からの10秒は全然違うから。いきます、よーい、スタート。こっちの方がまっすぐなってますね。いいですよ。まあ、なかなかね、こう自分でやりながら姿勢を確認するのは難しいと思うんで、こう、まあ、時間があるときは鏡とかの前でやったりとかしながら、まっすぐなってるかなーって。めっちゃぐにゃぐにゃやつ、左手どうにかしてください、それ。なんで、まあ、しっかり鏡の前で時間があるときにやって、でもう鏡とかないときは力が入ってるかをしっかり確認してやるのも一つのポイントですね。あ、ここ硬くなってるなとか確認しながらやってみてください。あと5秒です。はい、 OK です。よし、いい感じですね。いきます、よーい、スタート。はい、次は膝つけて、右膝と左手をつけて、右足と左足をまっすぐ上げます。いいですね。まあ、前のプランクだったりとか横に比べるとお腹にはあまり来ないですけど、しっかりバランスをしっかりと意識してやってみてください。いいですよ、頑張ってください。つま先を上げるとね、ついてるつま先を上げる方がいいみたいですね。今横からの画面だと上がってんのかな。上がってます。いいですね。ナイスです。頑張ってください。あと5秒です。はい、 OK です。それを次は反対やります。
方でスタート。ラストです、頑張ってください皆さん。早いね。そうですね、5分だから。5分はやっぱいいね。無理しない程度に始めようということで、5分なんでいいですよ。やっぱりね、お腹とかにしっかり刺激が毎日入るってことが大切なんで、いいですよ。あと20秒です。ちょっと左と落ちてきたんじゃない。おやばいやばい、バランスが崩れた。バランスが崩れてるね。あ、ついた。ついたら負けよ。はい、OK です。はい、いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。いいですね。そうですね、筋トレ嫌いな人もね、まず5分間のプランクぐらいだったらね、はい、できるかなと思います。そうですね、まあ、基本的にやっぱ K&T でやってるのはこう毎日短い時間で継続してやりましょうっていうことなので、まあ、5分でね、時間結構短いんで。そうだね、こうしんどいな、体幹嫌いだなっていう子もぜひぜひこの動画からスタートしてもらって、毎日コツコツ寝る前でも朝起きてからすぐでも、頑張ってくれたらなと思います。はい、ということでね、この動画がいいねと思ったらグッドボタンの方と、僕たちの活動を応援してくださる方はチャンネル登録の方も、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。